11月14日、西武山川穂高内野手31が国内フリーエージェント FA 権の行使を宣言した。申請書類が球団に提出されたのは、申請期限当日の14日午後5時過ぎ、代理人が球団職員に手渡したそうです。営業時間ギリギリに提出されたことで、申請はないものと思っていた球団は大慌てになったとか。スポーツ紙デスク、女遊びにケチなやつはダメだと王貞治球団会長が獲得に反対。資金力のあるソフトバンクはもともと山川獲得の本命とされていました。しかし暴行事件が文春オンラインで報じられると、王貞治球団会長が女遊びにケチなやつはダメだと獲得に反対したのです。ソフトバンク担当記者、福岡に来たら博多や中洲でまた女性問題を起こすのでは。王会長はかつて巨人の仁岡智弘現巨人ヘッド兼打撃チーフコーチの不倫報道の際に、密会場所となったラブホテルの宿泊料について9800円はないわなと立腹したという逸話の持ち主。王会長は最近の選手がスマートな遊び方ができないことに厳しかった。そのためソフトバンクは山川争奪戦から撤退かと見られた時期もあった。しかしチームはなりふり構っていられない状況にある。昨オフにロベルト・オスナ、近藤健介、峰井宏樹、有原康平らを獲得する世紀の80億円補強を断行したものの、優勝したオリックスに 15.5 ゲームと大差をつけられての3位で3年連続の V2 を喫した。特に外国人助っ人野手が軒並み大外れ、次の助っ人の当てもなく、打撃面では大砲候補の山川の獲得で大型補強をするしかない。暴行事件で山川を担当した弁護士からも事情を聞いた上で本格交渉に乗り出した。一時は懸念を示した王会長も一転して、交渉する以上は絶対に取れと発破をかけています。だが球団関係者からは、福岡に来たら博多や中洲でまた女性問題を起こすのではとの懸念の声も、王会長の手のひら返しの吉凶やいかに。ああ、暴走王さんには誰も逆らえないのか。やばいな、豊臣秀吉の晩年状態か。会長が反対した理由がケチは草。狩りのスキュー場ってまだあったんやな。王が成人という風潮。普通なら山川取るなってなるのに、取るなら絶対取れとかアホやな。王にはコンプライアンスとかいう考えがないのか。ほら文春がジャブ打ってきた。完全に遊ばれてるやんか。会長マジで反対してたのか。ソンオーナーの見解を聞いてみたいわ。この人がゴー出さない限り獲得できんだろ。仮に山川取ったら、ホークスだけじゃなくソフトバンクという企業全体の評価がガタ落ちになるんだぞ。それでもいいのかオーナー。山川取るなら、ホークス在籍中は一切女性関係のトラブルを起こさないという条件が必要。契約更改遅くない？もしかして山川のが終わった後か。王会長は松坂獲得もゴリ押ししたのに責任取ってないし、ドラフトでは清宮ゴリ押ししたし、本気で退いてもらった方が良いのでは。松坂獲得は王会長反対、ソンオーナー賛成だったのでは。記憶違いかな。ただ秋山監督の後任人事については、王会長駆動、ソンオーナー古田で駆動になったと聞いてるし、必ずしも王会長が言えば必ずそうなるってわけでもないような。もし違ってたらどなたか指摘頼む。孫さんの意思は後藤がしっかり把握してるだろ。ナンバー2なんだし、王さんが転換したんなら孫さんはとっても構わないということだと思う。アホか。王さんは絶対的存在なんだよ。王さんがいなければソフトバンクホークスというチームは存在しなかったんだから。もうホークスは会長のもんだからな。貞治王というブランドが孫さんの多方面へのアクセス価値を生むってなもんか。遊ばれてんのは文春の基準のみにするお前みたいなやつだよ。毎度文春のこたつ基準のみしてるやついてほんと笑うわ。記者が作り上げた架空の記事だっていつも教えてあげてるのに、なぜ学習せんのか。野球選手のスキャンダルって言うと、そういえばガーシーとかいうやついたよな。西武としてはどうせ出ていかれるなら年俸高い A ランクの今年出ていってもらった方がお互いのためだよねって。人的にせよ金銭にせよ、年俸ベースの金額、人的保証なしの場合 80% ありの場合 50% もらえるんで。西武からは完全にお払い箱だし、うちが取らないといけないみたいな雰囲気になってるな。美しい球団ホークスが獲得したら美談になる。のけ者扱いされたかわいそうな男に救いの手を差し伸べたヒーローになるよ。そうしそうあい、山川&ホークスの邪魔をする権利は誰にもない。ほら文春がジャブ打ってきた。ほら文春がジャブ打ってきた。ほら文春がジャブ打ってきた。ここの連中以外は文春の野球記事が架空の記事って知ってんだわ。それを知らんやつはマジに捉えて遊ばれてるとか言ってるけど、文春の野球記事ってコメントしてるやつに絶対名前出てこんからな。
デスクだとか担当記者だとか関係者だとかはいつも出てくるけど、ひでえのだと自社内のデスクと記者だけで喋ってるやつな。山川は何も悪いことしてない。ホークスが助けよう。文春野球の上杉あずささんの記事とかは面白いんやけどな。強い球団よりも愛される球団の模範になってほしい。山川は応援されない選手。プロ野球はファンからの応援があって成り立つビジネスだと思う。わざわざ応援されない選手を獲得するのは賛同できない。山川が活躍したらむちゃくちゃ愛されると思うけどな。なんで有名人には成人君子を求めてんの？なんで有名人には成人君子を求めてんの？成人君子と言わないまでも有名人は影響力が強いから貧困法制は求められる。スポンサーもついているし、山川穂高のポスターや看板を掲示してる店舗や駅などの施設なんて山ほどある。苦労して設置したりお金を払ってる。子供たちはなんで山川は試合出てないの？と聞いてくる。ファンもこれまでグッズを買ったり応援したりという形でサポートしている。一般人と背負ってるものが違うんだよ。その代わりに比較的お給料は有名勢というくらいに恵まれているわけで、そのあたりを自覚しないと。山川獲得に賛同している輩は異常者だと思います。反対している人が正常です。自ら起こした問題を軽く見て何食わぬ顔で WBC に参加するような人間はいりませんよ。なぜそのような人間を高額で引き取り、人的保障まで渡さなきゃならんのだろうか。獲得に動くのは異常ですね。無罪なので一般の人と全く同じです。それを異常者だという人が法律違反の異常者です。これからの西武の選手は大変だよな。不貞行為レベルで選手生命奪われるか、無理やり低年俸で奴隷なんだもんな。一段と FA が増えるだろうね。打力は上がるかもしれないが、他の選手に与えるマイナス面の影響の方が大きいだろう。 SB ファンも歓迎する人は少ないと思うけどね。 SB は育成と資金力を生かし他球団を圧倒する強さであったが、育成がダメになり補強を繰り返しても勝てない負の連鎖になってしまっているため焦っているんだろうけど、一番ダメな形の補強だと思う。周りの選手への影響あるだろうな。他の選手へのマイナス影響とかあるわけないやん。坂本の他にもプロ野球選手が女関係の暴露事案たくさんあることから、バレてないだけで似たようなことしてる選手は山ほどいるんだろうなと思ってしまう。むしろ運がないなーって同情されてるよ。他球団と比べてダントツで遅れている世代交代を進めるべきなのに、山川の獲得という逆行することをして何がしたいのか。オリックスはまず生え抜きがいてどうしても埋まらないところを補強してるが、ホークスは最初から補強ありきで編成をしている。これでは強さを維持するのは無理だよ。警察沙汰にまでなるトラブルを起こした山川を高額契約で獲得なんてしたら、プロ球団として失望するし、小久保さんが言った美しい野球とかけ離れていくことになるよ。もしこれ本当に王が言ってたら結構ヤバくないか。確かヒゲ監督も王さんプッシュなんだろ。王さんかなりヤバい。こんなことはしたくなかった。9年ぶり2回目。別にケチではなくね、山川。示談金払って解決すればよかったってこと。つまり決定みたいなもんか。チュニドラだったら面白かったのに。そらそうやろ。そのせいでここまでこじれたんやから、獲得してからそうなったらあかんやん。ソフトバンクが獲得したら次のネタが発射されそう。獲得後に動画でもぶっ放されるんじゃね。まあ示談金払っても坂本みたいに暴露されることもあるしな。山川取るくらいなら若手の選手を育成しないとダメだろ。逆に悪効果になるし、特に育成選手のモチベーションが下がるだけだと思う。バカ、まさきは開幕からレギュラーに使った藤本が壊した。若手を抜擢してもこんなん言われるんだから積んでるわな。補強しすぎで反感買っているのに、今のタイミングでの補強は球団もヒールになるような気がする。美しいとは違う方向に向かうような気がする。マジでバカバカしいんだけど。少なくともファンは活躍するかどうかでしか見ない。なんで女遊びがどうとかをファンが気にするかよ。選手のプライベートな行いまでファンからしたら知ったこっちゃない。実は不祥事動向より山川がソフトバンクに行くことを恨んでる人が大半やと思うで。逆にホークスファンで反対派の人は皆が反対してるから、自分も反対しとこうみたいな感じだろう。これ文春はネタを持ってますね。自信満々でネタ出しの時期を測ってますね。獲得はやめた方が良いんじゃない。獲得翌日に文春法炸裂ありそう。なんか王さんを神格化しすぎじゃね。山川だのオスナだのばっかりチームに集めて何がしたいん。孫オーナーや王会長やフロントはさておき、小久保監督がこの山川獲得の件に関して腹の中でどう考えてるのか気になるな。小久保監督の心中が。特に小久保監督は選手の品格、ギア、美しさに徹底して関わってるところあるから。無事不起訴処分だったとはいえ、犯罪の疑いが一時的にかけられていた人間と同じユニフォーム着て共にプレーするということが小久保監督の中での美しさ、品格に反してるのかどうか、小久保監督の心中はいかに。久保も皆が知ってる通り過去の不祥事があるからな。
もうダメだ。王さんが交渉するならトレッドがもし本当に言ってるなら絶対成立してしまうじゃないか。人的保障で重視力の若手選手取られるのやだな。他球団の山川獲得派は獲得決まった瞬間手のひら返してホークス叩き始めそう。山川来るなとか言ってる人って一体何目的でプロ野球をホークスの試合を見てるのって言いたいね。リーグ優勝日本一のホークスが見たいなら山川穂高必要ないとか思ってるならとんでもないアホすぎる。別に山川来なくても戦えると思うよ。来たからと行って確実にチーム打撃成績が上がる保証もないし、伸びしろ考えたら井上や吉田郁美正樹を育てた方が見てて楽しいし、何より恥ずかしい思いしなくて済む。100歩譲って山川穂高から被害を受けた被害者の A さんがホークスファンでホークスに山川来てほしくない来るなって言うならまだ話は分かりますよ。このスレ見てるホークスファンの女性のあなたが山川穂高本人に直接なんかされたんですか？あなたが直接山川穂高からなんか被害を受けたんですか？あなたは山川穂高と何ら接点すらもない一切関係ないですよね。もしホークスファンの女性の方で異論あるならこの私に反論お願いします。どうぞ私のこの意見に論破できるならしてみてください。俺の周りの女性ファンは単純に気持ち悪くて受け付けないって感じよ。アンジャッシュ渡辺とかと一緒やな。嫌な理由はそれで十分だと俺は思うよ。しょうがないもんキモいから。確実に一つ言えることは、何も関係ない外野の奴らが山川キモいとかこの件についてこうとかいろいろ持論を展開して、またそれを見たバカがそいつの持論に賛同して叩いてる奴ら含めた自称専門家の奴らが一番キモいからな。広瀬がいるから山川いらねえ、栗原ファーストだから山川いらねえ、次は何？アグーは蒸し豚にするとうまいで、白菜、さつまいもはマストやな。そもそも王会長の一連の話は本当なのか？貧困法制なプロ野球選手の方が少数派でしょ。山川の件ばっかり言われてあんだけタンバリン鳴らしてたオリックスが未だに叩かれない理由って何？マジでキモいなって思う。藤本博史をクビにしたことだけでも優勝確率は上がったと思う。山川は不起訴なので頑張ってほしいが、ホークスには不要です。この記事を事実であることを前提に話すが、バカからしたら王が手のひら返したように映ってるかもしれんが、王は現実を見て方向転換した実に優秀な球団会長だぞ。粘着して叩いてる奴らは山川が辞めない限り叩くと思うけど、山川の人生を潰す権利はないからな。今は山川の件でこんだけ叩かれてるが、山川が活躍してソフトバンクが優勝したら、今必死になって叩いてる奴らがどんな顔するか気になるから、ぜひともソフトバンクに優勝してほしいと思う。